こんにちは、ホテル暮らし YouTuber のしずかです。今日は最近購入したこちらの新型ジムニー JB64W の車内を紹介していきたいと思います。もうね、読み方が合ってるかどうかすらわからないんですけど、もうそれぐらい私は車に詳しくなくて、なんせ初めて買った車なので、ちょっとお聞き苦しいところはあるかと思うんですが、まあ、ジムニー購入検討されてる方の参考になればと思って、今日は車内を紹介させていただきたいと思います。はい、あとね、まだねこの車納車されて5日なので、まあ綺麗なうちにお見せできればと思って、はい、今日は紹介していきたいと思うので、よかったら最後の方まで見ていただけると嬉しいです。では早速行ってみましょう。レッツポー。今日も輝いております。手元で開けれます。こんな感じです。はい、じゃあ早速運転席周りから行きましょう。まず運転席周りはこんな感じです。はい、ドアのところね、普通車ってこの辺に窓を開けるなんかボタンとかがあるイメージなんですけど、ジムニーの場合はないですね。すごくシンプルです。実際に乗ってみましょう。はい、乗った時の視界こんな感じになります。結構運転席は開けていて、試乗の時も思ったんですけど、かなり運転しやすいなっていう風に感じました。はい、ではドアを閉めて早速エンジンをかけていきたいと思います。で、ボタンを押す感じですね。エンジンをかけるとこんな感じで、時間と気温とあとは走行距離とかが出てますね。このジムニーの場合は右側にガソリン入れるところがあるみたいです。三角矢印ね。はい、こんな感じになっております。では上の方から攻めていきましょうか。まずここですね。はい、日よけ開けるとミラーになっています。これは何だろう、なんかチケットとか挟むのかな、ちょっとよく分かりません、すいません。でここは、はい、電気がオンになったりオフになったり、私はいつも真ん中にしています。はい、で私はカーナビをつけませんでした。はい、携帯でいつも Google ナビで行くのでカーナビはなしです。でこんな感じですね。ハザードランプとエアコンがあります。で今エアコンのね、設定温度が26度になってるんですけど、ここを回すと、はい、こんな感じで温度が調整できます。はい、右回しであったかくなりますね。わ、すごい、すぐあったかくなった。で左回しで、はい、冷たい空気が出ます。え、こんなにすぐあったかくなったり冷たくなったりするんですね。すごいですね、今の車って。前は温まるまでにすごい時間がかかったイメージです。続いてこちらの方で風量を調節できます。おーおー音でも分かりますね。めちゃくちゃ強くなります。はい、私はいつも1か2にしてますよ。はい、こんな感じで AC、はい、ここで切り替えられますね。あとは全体的に循環させるかっていう感じですかね。はい、でこちらが、左側の車の、はい、窓ですね。はい、開け閉めできます。でこのボタンがね、蛇行のセーフティーサポートの中の一
ティッシュなんですけど、まあ、これを押すとオフになるっていう感じですね。これもオンにしておく感じですね。これは坂道のやつですね。沖縄だと坂道があまりないので使うことはないというふうに教えていただきました、はい、でこちらが、運転席側のミラーですね。で A っていうマークがついてるんですけど、これはもうね1回押しちゃうとオートで最後まで下がっちゃう感じです。で上に上げると最後まで、はい、指を離しても感じで、運転席の左側はこのような感じになっています。はい、私のジムニーはオートマなんですが、なんかね見たことないこのギアみたいなのがついています。使い方は一切わかりません。でこれサイドブレーキを、まあ、下ろしたり引いたりっていう感じですね。はい、でねこれ最近気づいたんですけど、なんかシートがあったかくなるのかな、電源を入れると、はい、今オンになっています。ただね沖縄暑いのでこれはね使うことはきっとないでしょう。サイドブレーキのところはこのように小物がちょっと置けるようになっております。ドリンクホルダーがね2つありますね。あと小物入れがあります。このスペースはこういう感じで携帯だったりサングラスですね入れたりできるんじゃないでしょうか。はい、私はサングラス入れとして使っています。一応4人乗りなんですけど、ドリンク置けるところがこの2つしかないのと、あと運転席周りにないのでこの辺にね置けたらいいなっていう感じなんですけど、楽天とかでこういうなんかオプションでここが小物を置けるようになったり、ドリンクを置けるようになったりするような、はい、アクセサリーも販売されていました。購入検討中です。私の場合はカーナビをつけていないので使用できないんですが、ここでね曲をスキップしたりとか、あとは音量の調整とかができるみたいです。反対側も同様にボタンがあります。ここの2つはねボタンじゃなかったです、飾りでした。続いてハンドルの右側ですね。はい、こちらなんですけど、この辺は、セーフティーサポートの切り替えをオフにする感じになりますね。でここはミラーの誤射液ですね、出すやつ。はい、でエンジンの横のボタンは、ミラーの角度を調整するやつらしいです。こっちに押すと今右、こっちにあると左で、ミラーの角度をまあこんな感じで、はい、変えることができます。こちらの方にスマホホルダーを取り付けました。吸盤でくっつけるタイプにしました。なんかねすごく使いやすくて、こちらを押して開いてワンタッチでつけれるようになります。はい、これもね楽天で買ったんですけど、かなり吸盤が良くて使いやすそうです。なるべく右側ギリギリに設置をして視界が狭くならないようにしています。あとこことか、なんかこことかにあるこのボルトっぽいやつなんですけど、これはなんかドリンクホルダーをこう設置したりとか、アクセサリーをつけたりするときに使うものみたいです。なのでジムニーはかなりアクセサリーにちょっとお金がかかるなっていうところではあります。こちらとかにもねあるので、はい、どん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 カスタムできる感じですね。運転席の足元はこんな感じです。ここにねガソリンを入れる時の、はい、レバーがありますね。でマットは私はこちらも楽天の方で買いました。5点セットで6000円ぐらいかな、送料無料のやつを選びました。ただビーチとか、山とかね結構そういうところに行く方はこういう絨毯のマットよりもラバーの方が良さそうです。まだ 2,3 日しか車乗ってないんですけど、こんな感じでやっぱりゴミはつきやすいですね。助手席側はこんな感じです。はい、実際に乗ってみましょう。うん、
初めて座りましたけど、こっちも視界がいい感じですね。はい、運転席周りと同様ですね。こんな感じです。ちょっとここにあの物が入れれる場所はあるんですけど、かなり幅が狭いので、なんかドリンクが入れれたりとかそういうのはないですね。そしてここにあのレバーがあるので、これを上に上げてシートをこう倒したりとか調整するようになります。はい、なんかね、助手席側かなり足元が広い感じですよ。私身長164センチなんですけど、はい、なんか伸ばせます。かなり広々していますよ。で、この助手席側にシガーソケット入れるところがあるんですけど、私はこちらも楽天で、はい、タイプ C と USB が充電できるものを買いました。で、皆さん動画とかで見たりするとかなり充電の減りが早いと思うんですけど、このタイプ C があれば結構30分で半分ぐらい充電ができるみたいなので、はい、おすすめです。これもね、楽天で1500円ぐらいで買えました。1個あると便利です。続いてダッシュボード、こんな感じです。はい、ちょっとね、この車の案内だとかメンテナンスファイルとかをちょっと入れているんですけど、私はね、この中に、ま、ティッシュとかマスクとかを入れてるんですけど、物が見えるのがちょっと嫌なので、私はね、ちょっと入れ方コツをつかめば結構この辺もダッシュボードに、はい、すっきり収まっちゃいます。続いて後部座席の方を紹介していきたいと思います。はい、全体的に映すとこんな感じになっています。これがね、ちょっとさっき紹介させていただいた楽天で買ったマット5点セットですね。こんな感じです。純正のものではないですが、かなり、まあ、ちゃんとしてますね。ちょっと今直角なので、これを倒してみたいと思います。ここを上に引っ張ると、はい、倒れます。すいません、ちょっと物がね出てきちゃった。これはね、鈴木に行った時にもらいましたコーティング専用キットです。洗車した時に使いたいと思います。同様に反対も引っ張って、はい、倒すことができます。こんな感じです。はい、このレバーのつまみを引っ張って、ちょっとこの角度を変えることができます。はい、うん、まあいい感じかな。あとこのね、はい、ここも調整できます。はい、こんな感じ。まあいいんじゃない、広々してるかな。はい、まあ、K ってもっと狭いイメージですけど、かなり普通の乗用車と変わんないぐらい、かなり広々しています。後部座席のシートベルトはこんな感じです。ちょっとね、マジックテープで留めちゃってるんですけど、はい、実際にシートベルトをつけるときは、ここにね、実はこの右側に刺すところがあるんですよ。一回ここに刺してから、はい、こんな感じでできます。設置完了です。ちゃんと止まります。はい、でこの部分の外し方なんですけど、こちらにちょっと爪を引っ掛けるところがあるので、入れて、はい、外れるようになります。でここに刺して、はい、爪を入れて外す感じですね。ちなみになんですが、こちらにね、このシートベルトのシートベルトみたいなものがあるので、こちらにこうまとめて使わないときは、はい、しまっておくことができます。かわいいではちょっと外側からちょっと開けてみたいと思います。はい、こんな感じです。
かなりね広々しています。せっかくなのでちょっとこのシート倒してみますね。この時もちょっと倒して、今片手なんですけど両手でやればすごく簡単にできます。はい、ヘッドレストがついてるのでフルフラットにはならないんですけど、外せばねこれまっすぐになります。枕あるのとないのじゃこれぐらいの差がね生まれます。はい、ラゲッジスペース引きで見るとこんな感じですね。で左側にですね、なんとこちらにソケットがあるので後ろでも充電することができます。そして実はここにツールボックスが XC と XL はついてるみたいですね。知らなかったです。はい、何を入れようかなと思ったんですけどちょっと傘は入らなかったです。はい、というわけで今日は新型ジムニー JB64W の車内の紹介でした。この動画が良かったよっていう方はぜひ高評価ボタンよろしくお願いします。こういまいちだったなみたいな、もっと詳しく教えてほしいんだよみたいな方もコメントや、ぜひ低評価ボタンでもいいので評価の方いただけると嬉しいです。またジムニーのこととか沖縄のこと、ホテル暮らしのことも配信していきたいと思ってるので、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日の YouTube でお会いしましょう。バイバーイ。